はい、こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、私は鼻の真ん中の骨がボコッと出ている鼻、いわゆるわし鼻です。わし鼻がコンプレックスなのですが、わし鼻を治すにはどの方法が一番いいですか？骨を切るのとプロテーゼだとどちらがいいですか？というご質問です。はい、この方は女性の方なんですけれど、まあ、おそらく横から見てこの骨の真ん中の部分、ここですね、まあ、ハンプっていうんだけど、ここがボコッと出てるタイプの鼻、まあ、これ医学的には断鼻っていうんですけれど、まあ、よくわし鼻って言われてて、まあ、あんまり程度の強い大きいわし鼻だと、まあ、なんとなく意地悪そうな印象に見えたりとか、あと女性でね、鼻が大きくて目立っちゃってるっていう感じになってることが多いので、まあ、それを直したいっていう方はよくいらっしゃるんですけれど、そうですね、ただね、わし鼻も程度によってはそんなに悪くないこともあって、ちょっとこの骨がポコッと出てる、まあ、ちなみにこの骨と軟骨の境目のポコッと出てる部分、ハンプっていうんですけど、このハンプがちょっとポコッと出てる程度で、で全体的に整った鼻だったら、まあ、そんなに悪くなくて、まあ、わし鼻の、芸能人で美人な人とか、あとイケメンな人っていっぱいいて、まあ、例えば、まあ、佐々木希さんとか北川景子さんとか、あとは小雪さんとか、あと男性だと山崎賢人さんとか生田斗真さんとか錦戸亮さんとか、他にもいっぱい、まあ、わし鼻でイケメンとか美人っていう人いっぱいいるんですけど、まあ、ほとんどの場合がですね、まあ、ちょっとしたわし鼻なんですね。で特に女性の方、軽いわし鼻だとなんとなく大人っぽい感じの美人な顔立ちっていう風に見えることがあります。特にさっき挙げたような元の土台がねすごく良くて、それ以外のパーツもすごく良ければ、ちょっとぐらいわし鼻でも別にそれ悪くないし、それ直す必要ないんですけれど、まあ女性で程度の強いわし鼻だったら鼻が大きく見えたりとか意地悪そうに見えたりとかすることもあるし、あとまあ男性の場合でも、まあ、男性は多少鼻が大きくてもそんなに悪いっていう印象になること、まあ、女性に比べると少ないんですけど、それでもわし鼻の程度がねあんまり強すぎると、まあ、意地悪そうに見えたりとか、まあ、あまりにも鼻が大きくて目立つっていうことがあるので、そういう方は直したいという方はいらっしゃいますということなんですけれど、まあで直し方は2通りあります。この質問者さんも骨を切るのとプロテーゼだとどちらがいいですかっておっしゃってたんですけど、まあ、どちらがいいかは元の、その人の鼻の状態によるし、あとはその人がどういう鼻を目指すかによっても違ってくるわけです。まあ、結局わし鼻っていうのはこのハンプのピークが高いと、それによってこの鼻根部との段差が目立ってるわけですよね。でその段差をなくすためにはこのくぼんでるところを高くしてまっすぐにするか、あるいは出てるところを削ってまっすぐにするかっていうことになるので、まあ、結局削って直すか、高くして直すかのどちらかによるわけです。大抵わし鼻を直したいっていう人はなるべく横から見てまっすぐにしたいとか、あるいはちょっと横から見てもうちょっとこう反ったスキージャンプ台のようなねスロープのような感じにしたいとか、あるいはわし鼻があまりも出すぎてるのでもうちょっと低い感じのわし鼻にしたいっていう感じの要望の人が多いので、ってなるとじゃあどうするかっていうと、まあ一つ目は、そうですね、高くする場合ですね。高くする場合はこの鼻根部の部分をこのハンプのピークに合わせて高くしてまっすぐにすればいいので、まあ、ここの一番低いところにヒアルロン酸注射するかシリコンプロテーゼを入れるかということになります。となると、まあ、全体的にさらに鼻が高くなるので、なので鼻が大きくて目立ってるから目立たない鼻にしたいっていう要望の場合はそれは適用にならないです。まあ、どっちかっていうと男性の方の方が多いですかね。男性の方でこの段差が気になる、まあ、この鼻根部の部分がくぼんでてわし鼻が気になるからここにプロテーゼかヒアルロン酸入れてなるべくまっすぐにしたい、段差を埋めたいという人が多いです。まあ、女性の方でも、まあ、軽いわし鼻の場合で別に低くしたくないと、でもここ鼻根部が低いからここ高くして全体的に鼻筋通してわし鼻も目立たなくしたいという場合は、まあ、ヒアルロン酸かプロテーゼが適用になるわけです。
で、もう一つの削って低くする場合はやっぱり元の花が大きくて目立ってる、わし花のこのピークが高すぎて嫌なのでそこを削りたいっていう場合は削ることになります。その場合は頒布切除っていう手術をすることになりますね。これ局所麻酔でも十分できるんですけど、ご希望があれば全身麻酔でもやるんですけれど、まあ鼻の穴の中から切開してここの軟骨と骨の出っ張ってるところを削るっていう手術ですね。まあ軽い出っ張りだったらヤスリで削るだけでいいし、しっかり出てる場合はのみでハンマーでのみをね当ててハンマーでコンコンってやって削るってことになります。なんですけれど、やっぱりこうやって削って治す人って元の鼻が大きいことが多いので、そういう人はここの真ん中の頒布が出てるんだけどこの骨のね横幅が広いっていう場合が多いんです。そういう人にこの頒布を削るとこの鼻筋がなくなってここの鼻のですね骨の横幅が広がってるのが余計目立って平べったい鼻に、ね、見えちゃうことがあるので、そういう場合は骨切り幅寄せ手術を同時にやることになりますね。頒布切除でここを削ってなおかつこの両サイドのみでかつ入れてこの骨のね根元の広がっているところの横幅を細くするっていう手術をすることになりますという感じになりますので、まあ、どういう治療が適用になるかはその人の鼻の今の状態とあとどういう鼻を目指すかによります。なのでわし鼻を治す患者さんはほとんどの場合は僕はコンピューターシミュレーションをします。横顔の写真を撮ってここをどれぐらい高くしたいか、あるいはここをどれぐらい低くしたいかっていうのを見せて、で理想の横顔の鼻ができてこうしたいですって言ったら、じゃあここ軽く削りましょう、あるいはここちょっと高くしましょうっていうふうに方針が決まることになります。はい、ご理解いただけましたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。